本日ご紹介するのはアルタクルーナというブランドです。レザーブランドでムートンで初めて取り扱うブランドが一瞬で完売して追加生産をするっていうこと自体が前代未聞というか、そうですね。バグとか時計ベルトとかそういうので使われる手法なんで、かなりここに時間を割いてると思いますんで、こういうの好きですもんね、サルトリア好きな人は、はいはい、いつもグジネットワークをご覧いただきまして誠にありがとうございます。グジの岩佐です。今日はよろしくお願いします。ではお久しぶりです、はい。今日は何でしょうかね、はい、今回後ろに置いている今シーズンから取り扱いをスタートした新しいレザーブランド、こちらについて説明してもらおうかなと、ね、はい、思ってます。はい、なかなかレザーでいうと新しいブランドってあまりこう急に増えたりしないんじゃないですか。ブランド数はどっちかちょっと減り傾向にはありますよね。あの消えたとかね、消えていく、なんかよくなくなりますよね、レザーブランドって。そうですね、まあ確かにそんな中ね増えるっていうのはね、よっぽど良かったっていうことなんで、はいはい、やっぱり作りがいいっていうのは、クオリティが高いっていうのが一番刺さりまして展開に至ったというブランドですね、はい。本日ご紹介するのはアルタクルーナというブランドです、はい。まあ、しっかり、はい、ご説明させていただければなと思いますのでよろしくお願いします。一つもうすでに完売している商品がそこに並んでると思うんですよね。いやこれね、僕ねほぼ見たことがないんですよ、店頭でもね。僕もほぼ見たことがないです。そうですよね、はい、あの写真撮る時ぐらいしか、はいはい、いやあったんですよ店に、京都にもありました、はい、けどいつの間にかなくなってましたよね。いや結構一瞬でなくなったんじゃないですかね、うん、これ何であるんですかね。今日これあの特別にサンプルを用意させてもらったんですけど、はいはい、まあ、このブランドの説明する前に言うのもなんなんですけど、はい、あの追加生産を依頼してまして、はい、まあ、それが11月の末頃ぐらいにあの入荷してくるんじゃないかという予定になってますので、ぜひよろしくお願いします。販売になってるはずなんで、はい、通販サイト、はい、よろしくお願いしますというところですね。そうですね、ご興味おありの方はぜひお問い合わせいただければと思いますので、はい、すごいよねこれ、新しいブランドなのにすぐなくなるなんて、皆さんお好きな方ですねっていう。レザーブランドでムートンで初めて取り扱うブランドが一瞬で完売して追加生産をするっていうこと自体が前代未聞というか。そうですね、あの各ブランドあまり経験がないですね、ムートンで追加とかはね。そうですよね、はい、まあ、そんなブランドということで、はいはい、でどんなブランドかですよね、はいはい、工場がねあの北イタリアの方にありまして、ベネト州なのでベネチアのある州ですね。ベネチアから遠いですけど、まあ、西出さんも大好きなグラッパの町がね近くにありまして。あ、そうなんですか。バッサーノデルグラッパ、グラッパ発祥の町と言われている。あ、そうなんですか。まあ、諸説あるんですけど、そこが発祥と言われているグラッパの町がありまして、はいはい、その近郊にあるんですけれども、工場がそこで、結構ね僕も好きなんで Google 今さやってみました、はい、結構な田舎で比較的広めの綺麗な工場でしたね、はい。ベネト州は結構レザーの産地としては有名ですか。いや、一番多いのが僕たち取り扱いのブランド、グジリング、取り扱いのブランドの多くは基本トスカーナが多いですね。ご存知いただいているチンクワンタであったりとか、エンメティとかもあの両方ともトスカーナですし、まあ、イタリアのレザーといえばトスカーナっていうイメージが強いんで、珍しいと思います、北イタリアのレザー。でもたまに高級ブランドで、うん、ベネトとか北イタリアとか聞いたりするような気はしますけどね。ベネト州自体がこうアパレル産業というか洋服を生産する背景が強いというか、特にベネト州多いので、まあ、レザーもその一つなのかなとは思いますね。創業自体は、約30年ぐらいの工場なんですけれども、このブランド自体が始まったのはまだコロナ禍とともにみたいな感じに出てきたコレクションで、2020年とかですか。そうです、2020年、いわゆるファクトリーブランドというやつですね、はい。僕たち あの取り扱っているブランドの多くって、工場が作ったブランドをコレクションとして発表してっていうブランドを並べていることが多いですね。そういうブランド多い中、なぜこれを採用するに至ったかみたいな感じが、ね、そうですね、ありますね。すでにありますもんね、こういうシンプルなレザーとか作ってるとこって。このご時世、そのファクトリーブランドでどちらかというとなくなっていく方が多い中、そうですね、こう30年生き残るというか、30年も経たずにもうなくなってしまうみたいなところがまあ多いじゃないですか。確かにいいな、すごいなと思ってもなくなりますもんね。そうです、そうです、もうなくなったんでブランド名出しちゃっていいと思うんですけど、例えばこうサルフラであったりとか、あ、今日僕着てるね、オピフィックスっていうブランドあるんですけど、はい、これももう20年前はイタリア一と呼ばれたようなブランドだったりするんですけど、まあ今ないんでそういうブランドが多い中、工場としては30年以上続いてますし、ノウハウが、まあ、ビッグメゾン、名当たるメゾンを作ってきたという経験をもとに自社のブランドを作るというふうに踏み切ったというところで、僕たちもねすぐなくなってしまいそうなところやとやりにくいんですけどね、はい、ここはまあちゃんとしてるなっていうのを、はい、感じたんでやることにしました、はい。
まあ、並んでる商品は、まあ、見るところかなり少ないですけど。そうですね。いや、ファーストコレクション、あ、僕たちのファーストコレクションはこんだけです。はい。もともと多くなかったですね。まあ、そうですね。展示会でも、はい、まあ、僕たちの信頼を、ね、代理店さんが取り扱ったっていうのも大きな理由の一つですよね。いつもね、ベグのストールなんかでお世話になっている代理店さんにアルタクルーナが加わったということで展開をさせていただきました。この秋冬シーズンはそのすでに完売してしまったムートンとそのスエードのシングルライダース、はい、そうです、はい、のみのみですけど、でもまあまあしますよね。まあ、そうですね。その理由もね、あると思いますので、はい、まあ、すごい、まあ、ベーシックというか、変な言い方するとどこのレザーブランドでも作るやろうっていうようなスタンダードな形ですよね。そうですね、一番ありそうなっていうか形なんですけど、まあ、まずクオリティ、まず触りますもんね、はい、僕らも展示会で。そうですね、触っておっとならない限りしないと思います、僕らも。なかなか展開って、はい、でよく見てディティールですよね。ディティールを見て処理の細かさにやっぱりちょっと感動して、で最後着てみて、あ、かっこええやんみたいな感じになるっていう感じの背景だったと思いますけど、僕たちグジーは比較的やっぱりクオリティって重視したいじゃないですか。まあ、いくらかっこよくてもクオリティが低いものって、まあ、やりたくないっていう思いが強いんで、まず触ってまずやっぱり革って違うんですかね。まあ、いろんなブランド、まあ、買いましたし買い付けてきましたし、素材のチョイスに関してはトップレベルやと思います。見た感じもええんやろうなと思いましたけど、触った時に毛足の刈り方というか毛足のこの揃え方とかが非常にいいので、要は短いというか、なのでこう滑らかなベロアタッチな、いい革の条件でこれほんまに革かなって思うぐらいの違和感があるぐらいのレベルですかね。なんかスウェードの安いやつで毛足短いやつだと、もうガサガサというかバリバリというか、ザラザラしてるじゃないですか、そもそも触った瞬間。あと、まあ多くの場合がヤギの皮をよく使うんですけど、まあ、ヤギの皮ってまあ丈夫でしっかりしてて軽いみたいな、まあ、薄くて、これラム、まあ、羊を使ってて非常にこうタッチが滑らかというか柔らかな感じがしますんで、一番特徴的だなと思ったのがこのコマの処理が、革小物とかバグとかでやるようなコマ磨きの手法を取り入れてる、レザーウェア取り入れてるって珍しいなと。ほぼ見ないですね。見たことないんですね。で、大体レザーウェアって3種類ぐらい小判のやり方あるんですけど、要はチンクアンタでよく採用してるこう2枚をこう丸く重ねて、減り返しって言うんですけど、2枚を重ねて縫うっていう、そういう手法、減り返しという手法と、僕が着てるものイタリア語でタリオビーボっていう、切りっぱなしタリオビーボ、まあ、一番多いのはチンクアンタでよく使ってる減り返しやと思うんですけど、まあ、イタリア好きなんでタリオビーボよく服でもやりますからね。その2つがほとんどで、このコマ磨きみたいなあまり見たことがないんですごいなと思います。これあまり機械化できないところなんで、ここはこの部分ですよね。この本来であればこう丸く重ねて縫われるところです、もしくは切りっぱなしのところ、切りっぱなしの状態、これも切りっぱなしなんですけど、顔料とローブンで固めて最初滑らかにこう面取りしていくんで、そうしないとこういうふうに綺麗にはならないんで、バグとか時計ベルトとかそういうので使われる手法なんで、基本的には機械化が難しいところですので、かなりここに時間を割いていると思いますので。財布とかと違って直線じゃないですもんね。そうですね、こういう状態で、まあ、もともとパーツの状態でひょっとしたらやってるのかもしれないですけれども、うん、難しそうですよね、これはね、うん、はい、しかも綺麗ですからね。そうです、これここで荒かったらもう一貫のおしまい意味ないですもんね、はい、じゃあそれって着心地とか見た目何の意味があるのみたいな感じになるじゃないですか、はい、要はこういうところが膨らまないって言いますね。小刃処理をすると重ねとんなみたいな風に厚みが出ない、まあ、出ないですよね、はい、これを裾までやってるんでえぐい、これは本当にえぐいです、ね、でこの2枚が重なる部分もうまいこと革自体をすいてもう1枚かのようにスッとこうやってるとか、これ革小物みたいなやり方、レザーウェアで表現しているというところですね。なんか首への当たりも良さそうですよね。そうですよね、パーツ使いとかやっぱり気になるところじゃないですか、はい、一流ブランドのジッパー使って、ヘッドの部分は自社のオリジナルのもの、これも手間かかってそうですよね。手間もコストもかかりますよね。あと普通の見た目なんですけど、僕らディティールで見るなっていうのはつなぎ目の少なさというか、まあ少ない方がいいんですけど、こういういい革ってどうしても1枚の革がすごい小さいことが多いんで、どうしてもつなぎ目が多くなっちゃうというか、例えばここに1枚入ってたりとか、ここにもう1枚入ってたりとかっていうことが多いんですけど、最低限かなと思います。そうですね、着心地を表現する上で必要最低限のつなぎ目でやってるんじゃないかなと思いますんで、意外と革ってね小さいんですよ、使える部分って。この面積のこのクオリティの革を入れるのがいかに苦労することかって、よくねこの前の部分と後ろの背中の真ん中の部分をよく見るんですけどね、つなぎ目少ないですこれ、はい、内側の作りですね、こういう感じで総裏というんですか、はい、まあ普通ですね、
そうですね、まあまあいい感じの滑らかな裏地はシルキータッチのものがついていて、ブランドタグをやっぱ手付けしてあったりとかね。あ、高級感ありますね。これ高級感ありますよ ね。機械でガーって飲まれてなくて、はい、手付けを4箇所でしていると。こういうの好きですもんね。そうですね、あのサルトリア好きな人は、はいはい、まあ、夏以外っていうところですかね。そうですね、真夏以外着ていただける仕様なので、まあ、秋冬シーズンでのご用意にはなるんですが、フリーシーズンにわたって使っていただけるんじゃないかなと思いますので。はい、たまに裏地ないやつとかもあるじゃないですか。逆に裏地つけてるメリットとかありますか？僕個人的には実はこれね、初め一枚地でやってたんです。僕つけたんですよ。あ、そうなんですか。はい、お直し屋さんにお願いして全て裏地をつけてもらった。僕自身はついてる方が好きです。ニットとか重ね着とかを想定した裏地のつけなのかなと思いますけどね。実用的だと、はい、そうなんですよね。じゃあちょっと早速着ていただいて、はい、そうですね、はい。岩瀬さんって普段46ですよね。はい、はい、来ました。はい、はい、いいですよ。なかなかやっぱりイタリアやなと思いますよ、この肩のショルダーの付け方とか、うん、ここにやっぱりサルト感感じますよ、角度とか細さとか。まあ、僕たちが扱ってきたブランドだと、まあセラファンとかありますけど、もう少し大作りな感じですね、フォルムで言うと。これやっぱりイタリアの46だなっていうところですね。うん、どう見てもイタリアって感じしますよね。そうなんですよ、これかかってる時の見た目はまあまあいろんなお国柄でありそうなシンプルなデザインなんですけど、ショルダーへのノリとかこの、うん、アームの角度ですよね、うん、と細さ、こういうところにやっぱりイタリアを感じるとこですかね。めちゃくちゃ出てますよね。出てるんですよ、やっぱり肩袖付けあたり。そうなんですよ、うん、まあ、技術じゃないですかね、うん、やっぱ型紙とそれを縫製する技術、うん、まあやっぱり平面的に作らないっていうところがいいですよね。まあ、やっぱり曲線美というか革を使ってサルトリアを表現するというの、やっぱ触って綺麗、見て細かい、着てかっこいいみたいな感じなんで、3拍子揃ってますよね。着るとよりこうベルベットタッチというか、ベルベットタッチ、はい、それが明らかに感じますね。まあ、あとがっつり着て育ててくださいみたいなのあるじゃないですか、はい、もう着た瞬間から結構形仕上がってるんで、サルトっぽい感じの縫製になってるんで、着た瞬間からまあ馴染んだ感じになるんじゃないかなと思いますよ。はい、ちょっと背中を見せてもらっていいですか。はい、どうですかね。革の継ぎ方結構独特ですよね。そうですね、センターに継ぎがないのと、こうダブルステッチにしてましたよね。そうですね、はい、ちょっと G ジャンっぽいっていう感じですか。うん、そうですね、そうですよね、はい、ただこの重なる部分は非常にこう薄くやってるということで、角張らないというか、うん、非常にこういやすっきり見えますね。サイドも、はい、曲線をこう綺麗に膨らまないというか、うん、というふうにできてますね。裾もほんま綺麗ですよね。これやっぱりね、こうやっぱ巻いて塗ってるとやっぱ丸くここふわっとするんで、うん、これが出ない、うん、ピタッとこう全然ちゃいますよね。全然ちゃいますよ、これ このここの裾の当たり感とかというか、うん、はい、違和感なしです。不白みたいですもんね。そうですよね、なんか不白のジャケットとか着た時になんか着てないぐらいの感じとかよく言うじゃないですか、うんうん、そこまで大げさですけどレザーなんで、ただそれ近いものがありますよ。はい、でまあ裏地がついてることでやっぱり動きもしやすいですし、ニットを着てますけど滑りもいいので、はい、革の厚みとかどんな感じですか。まあ、多くのスウェードのレザージャケットより多少もっちりしてるかなと思いますね。袖とか比較的シンプルなデザイン仕上げるというところも気に入りましたね。カットするってなると難しいかもしれない、こっちのこの処理がね。ああ、そうですか。はい、肩からいかないといけないかもしれないですけど。岩瀬さんって袖ジャケットとか、まあ、必ず直すじゃないですか。まあ、平均やっぱり 3,4 センチカットしないと自分の袖に合わないんで、まあ、これも多少長いですね。それでもこのまま切れそうな感じではあるんで、多くの方があまりお修理は必要ないんじゃないかなと、ね、っていう感じしますよね。はいはい、これ多分これだと多分僕直さないんで、はい、売れそうでしょ。売れてるんですよね。売れてます、はいはい、ちなみにその後ろにある色もいいですね。それあこれねいいんですよ。ライトグレーみたいなベージュみたいな、というわけでグレージュですよね。そうですね、はい、ちょっとベージュがかってるんですよね。確かにこれライトグレーではないっていうところですよね、はい、まあ、いわゆるニュアンスカラーって人によって感じ方がね違ったりするんで。そうですね、コバがグレーに塗ってるんでグレー寄りなんでしょうけど、ちょっとベージュ入ってるなというところですよね。グレージュこれはエレガントな色ですよ。白いカシミヤのニットが似合いそう。これ ね、 今、はい、ねピュアなもの合わせたい感じしますね。そうですよね、天然素材100をね、はい、クラス感のあるファッションを楽しんでもらいたいなみたいな感じですね。どうしてもね革のクオリティっていうのはね染めにも影響してきたりしますしね。この薄いのってすごく多分難しいと思うんですよ、うん、ムラなく綺麗に染めるっていうのが。本当にいいレザーを使ってるなと思いますね。色違いを見ると余計に思うというか、うん、はい、黒とかね焦げ茶とかってやっぱバッチリ染まると綺麗に染まると思うんですけどね。まあ、ごまかしが効くというかね、はいはい、絶対失敗できない感じ。そうですね、はい、直感で選んだ2色ですよねこれね、はい、ラグジュアリーな2色だと思います。ラグジュアリートーンにしましたんでね、はい、いい色の表現ができている素材かなと思いますね、うん、
ちなみに次の春夏シーズンはやってるんですか？あ、やってます。表側も素晴らしかったんで、春は表側つるんとしたもので形が違うものもありますんで、はい、まあ、それは乞うご期待という感じですね。はい、お楽しみという、はい、せっかくなんで最後ついでにあのムートンもちょっとサイズ大きいと思うんですけど、行ってみましょうかね。はい、どうしましょう。ちょっと大きいですけど、ちょっと大きいですけどね。ただまあ、はい、いいですね。色がね、うん、迷ったんですけど、黒やとギラつくじゃないですか。そうですね、ギラギラしてるから、はい、チャコールグレーっていうね、ダークグレーが見つかりました。珍しい色ですよね、でもムートンでは。そうですね、まあこういう間の色ってあんまりねなかったりするんですけど、うん、ちょうどいいのがあったんで、毛の色もまあ墨黒って感じですかね。真っ黒っていうよりかは墨黒に染まってるかなと、うん、このつなぎ目もさっきのスウェードの方とよく似てて、少ないつなぎ目でできてますんで、ムートンって結構コートが多い中、これショート丈で嬉しいですね。いいですね。はい、あのブルゾン感覚で着ていただけるんで、はい、あとスウェードと値段の差があんまりなくて、普通だと結構差がついたりするんですけど。そうですね、はい、まあ、確かにディティール面でこのスウェードの方がかなり手間がかかってるっていうのがあるのかもしれないですけど、はい、ムートンでこうかなり高級ブランドの割にはおっという、はい、そうですね、はい、バリュー価格になってますんで、はい、即完売するのも納得という。年内には入りそうですよね。いくら一応予定では11月の下旬の予定です、はい、ですね、はい、お楽しみという告知ないんですよね。まあ岩瀬さんがじゃあ普段どこにいてるかとか、はい、あ、なるほど、はい、富士京都店に勤務してますんで、物寄りといえばね僕なんで。そうですね、はい、何でも、はい、僕の経験上お伝えできるようなことがあればいろいろ聞いていただければなと。最近ねよくね見てますよみたいな感じの人ですか。どうぞお気軽にお声掛けいただければと思いますので、また今後ともよろしくお願いします。